東成明は、新末の革命家、幸福会を組織し、主要メンバーとなった。字は、君知、号は、環境。会計圏当石、西上包村出身。出身の当石、当氏の祖石は、厚生省人用で、総末、元松の第二戦乱を逃れて、石膏省に移住した。その思祖、東学は、陶延明の長男、陶源の子孫であるという。 6歳の時に、投資基塾に入る。15歳より、私塾の教師となり、19歳で投稿通り、芸学堂教師となった。義和団の乱では、混乱に乗じて、岩園内に潜入姿勢大抗の暗殺をもくろむも、失敗。1902年8月から再現への支援で、日本の聖火学校を経て、成常学校に留学し、翌年帰国している。1904年10月に、 蔡玄梅や共放戦とともに、上海にて石膏省出身者による幸福会を設立し、会長に就任した蔡玄梅の下、自らは回答の連絡を担った。1905年、ジョスズリン等と共に、将校に回答人材を革命運動の根幹に育成するための大通学道を設立した。1906年には再び訪日。 中国同盟会に参加した後に帰国している。1907年、ジョスズリンが、案件にて、武装放棄に失敗すると、東成明も、新朝より指名手配され、マレー半島に逃亡し、当地での革命宣伝活動に従事した。1908年に三度目の訪日、同盟会の機関誌である、民法の編集に従事した。 その後、孫文が独断で、日本政府の資金援助を受けたことで、同盟会内部は分裂。1910年には、昌平林党と共に、幸福会を再結成し、昌平林が会長に、東成明が副会長に就任した。武将起義が発生すると、上海に戻り旧幸福会を招集。上海の革命活動に参加すると同時に、公衆の革命運動を計画した。 公衆での革命が達成されると、石膏省臨時参議会議長に就任している。1912年1月14日、病気療養のため上海フランス疎開の近親当時、工事委員に入院中、幸福会の元会員である大竹京により暗殺された。暗殺の背後には、孫文や陳その人の不和があり、事件の背後には、小解析の作動もあると言われた。死後は、 上海で大規模な追悼式典が開催され、遺骨は、甲州に埋葬された。著書に、節案記略、中華民族力務省庁指導、ユ志人氏により、東成明衆も編纂されている。ありがとうございます。